そう、それも最古の紙に挑むと。はい、さあまずはエルダージョシンからミミックですね。はい、さあモダンでもおなじみの動きですね。はい、先ほど質問あった双子はジャンドに負けちゃいましたね。ジャンド対双子ってなんとなく昔の感じですけども。さあこちらも一旦目ミサゴリサゲームなんですね。さあここで魂の洞窟、これ大きいですね。そうですね、カウンターされないので作り替えるもの3人になって叩くと、これは大きいですね。受けたら結構、はい、作り替えるもの、まあカウンターされるとめんどくさいですけど、これ置けると逆に言うとサイナズマをめくって変身と、まあね、逆に言うとこれで稲妻打たれたとしても何かが残るわけですから、アドバンテージは取れそうな感じはしますね。うん、まあ、エルトラージも大概ですけれども、はい、デルバーも大概ですね、やっぱり。そうですね、2ターン目に3人飛行が当たって、そうですね。すごいですよ、はい、かなり。さあここでポンダ、はい、そうですね、カモさん置けなかったので、そのチャリス・ザ・ボイド置けなかったんですけれども、まあ中盤で置いたとしても、なんか石月さんの方展開できてなかったら、それだけでもうなんか勝っちゃいそうな気もしますので、手札やはりね1マナばっかりになってますので、実際一応切ってボルカニックアイランド、はい、かっこ黒枠と。そうですね、これきっと多言語ですかね、多言語かな、色合い的に。これ稲妻は打たずに、ミミックが変身したのでスタックで打つかもしれないですね。なんかでかいのが出てきたら、じゃあミミックに打ちますって言わないと、ちょっともう打点的にきついっていうところもある可能性はありますね。結構デルバーってだいたい3色デルバーが結構主流ですけれども、この2色って結構なんかこだわりがありそうですね。ランドがちゃんと基本地形があるっていうのは結構ね、あのレガシーにおいてはすごく、はい、プラスに作用することが多いので、三種の分母を置いて5マナ、5マナということは出ちゃいますかね、その動き出ちゃいますかね、これで、あ、違いますね、私の肝がスタックで、まあそうですね、やはりで3手を抱くと、これで焼けなかったらいきなり8点食らって残り8みたいな、もう結構どうしようみたいな状態になっちゃいますからね。恐ろしす、はい、そこでグリムラボマンサーを来ましたね、はい、ちょっとただ石月さんの方ランドがないっぽくて、ね、ちょっとポンダで今そうですね、ランドをサーチしてっていう感じですかね。さ、しかしランドがない、もう展開的にもうじゃああとワンスペルしか唱えられない、もうその上ちょっと今プレッシャーかなりかかってますからね。そうですね、今デイズが見えたんですよね、あとちょっとデイズがもう魂の洞窟出ちゃってるので、まあそうですね、シャッフルちょっと必要ないものになっちゃいますから、カードが。石崎さんもカウンターがあんまり手札になさそうな感じなので、まああんまり効きはしないんですけれども、さあシャッフル後のドローが自爆知識、はい、これちょっと難しいですね、稲妻を構えてあの3人アタックしたところで打つとかでもいいですし、エンドに打今のターンは打たないですね、字幕知識ですね、はい、さあ土地はあるか、ギタクシア派の調査があるが、はい、土地はなしと、ちょっと厳しいですね、まあ、しかもシャクルシタはないんですね。そうですね、これちょっとこれで魂の洞窟経由で何かもう一体出ちゃうと、もう決壊しちゃう感じはしますね。これスキジックが走ってきたらもう、あ、スキジックだともうアウトです。はい、というわけでちょっとスキジックと当たり前のように言ってしまっているんですが、
現実を砕くもののことですので、申し訳ございません。きついですね。ウエストランド食らっちゃいましたね。さらにアメジストのトゲ。あ、よかったですね。これはさすがにたまらず放送ビル。はい。ビルがちょうどありましたね。はい。引けてたのでよかったんですが、これで8点、残り4と。これで赤マナがないので次のターンも結構きつくなっちゃいましたね、動き的に。さ、真の宿敵も引いたんですが、はい、このランド枚数ではちょっといかんともしがたいですね。そう、ブレインストームも打ったんですが、ちょっとランドなさそうですね、これ。あ、投了ですね。ここで投了ですね。準決勝第1本目はカモ